皆さんこんにちは。今回はピーパルの7月号ですね。で、付録が小さなソロストーブです。こちらが付属の付録のソロストーブですね。非常に小さいですね。ステンレス製。これが五徳と、これが前ですね。で、同じのが3枚ありますね。これを組み立てます。この底板が2段に調節できるようになってますね。で、上側をちょっと使います。で、この前をつけます。はい、できました。で、こちら、これが五徳ですね。これをこうで、この上に乗せて、これで五徳になりますと。で、今回はこれを使って木ではなくて固形燃料ですね。これを使ってご飯を炊いてみたいと思います。これはダイソーに売ってた、100均ダイソーに売ってたやつですね。これがトランギアの普通のメスティンで、これがダイソーの、だいぶ大きさが違いますね。以前から探してたんですが、近くのダイソーにはいつ行っても売ってませんでした。で、最近ようやく見つけまして買うことができました。ちょっと小さめですね。この中にすっぽり入ってしまうサイズですね。で、今回はこのダイソーのメスティンでご飯を炊いてみたいと思います。で、あまり1合まで必要ないので 0.5 合を炊いてみたいと思います。それでは炊いてみます。これをこう入れた時にちょっと上と距離があるかなと思いますので、台をと思って探してたんですが、これ燃料入れですかね。これにこう入れてこう蓋をできるっていうタイプなのかなと思いますが、こういうのがありました。これを入れるんではなくて下に引いて台にしたいと思います。これだとちょっと近いかな。近いのでこの半分上だけで、これでご飯を炊いてみたいと思います。 0.55 のお米に水を浸してあります。これでご飯を炊きます。じゃあ火をつけます。じゃあご飯のせときます。
グツグツ言ってます。煙、水蒸気もだいぶ出てきてます。プチ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 言い出してますので、そろそろいいかなと思います。したいと思います。ちょっと漏らしておきます。黒煙燃料まだちょっと残ってるようです。はい、だいたい漏らしも OK かと思います。焦げついてもいません。はい、これは後でいただきたいと思います。7月号の付録チャムスのブービーバード焚き火台ソロを使ってご飯を炊いてみました。ご視聴ありがとうございました。